ず最初に魔獣の移動について解説しようと思います。ですがその前に魔獣の行動には魔力をたくさん消費するため、今回は魔力の泉を活用して説明していきたいと思います。この魔力の泉ですが、ステージにあちらこちらに存在しており、この上にプレイヤーが立つことで魔力が尽きない状態になります。すなわちデーモンスレイブが使いたい放題になる。では改めてマダムバタフライの移動をお見せします。まずは ZL ボタンで召喚を行います。 ZL ボタンを入力し続けながらオブスティックを倒すことで、ご覧のようにマダムバタフライを自由に移動させることができます。この時カメラも自動的に魔獣を追従する形になるため入手はここはありません。また召喚中に Q ボタンを入力することでジャンプさせることができます。マダムバタフライは通常のジャンプのほか、落下中に Q ボタンを入力し続けることで優雅に滑空移動することができます。魔獣の移動操作はおおむね共通しています。それぞれの魔獣の特徴が前面に押し出されたものになっています。空を自由に飛び回れるマルタスや壁面を自由に飛ぶファンタズマラメアなど、移動のバリエーションだけでも魔獣ごとに多種多様で、操作しているだけで楽しめると思います。宮田個人的にはファンタズマラメアの移動が自由度が高く一番豪快なのでおすすめです。魔獣の進行調である攻撃について解説していきます。魔獣の基本的なアクションはベヨネッタ同様、パンチ、キック、ショット、ジャンプで構成されています。魔獣ゴムラを操作しながら解説します。 ZL ボタンを入力し続けながら X ボタンで噛みつき攻撃、 A ボタンで復活攻撃を行うことができます。ゴムラの場合復活攻撃はコンボ対応技となっているので、連続でボタン入力すると右引っかき、左引っかきという具合に連続で攻撃がつながります。続けて Y ボタンを入力することで黒煙ブレスを発すことができます。 B ボタンを入力することで空高く飛び上がり、地上の相手に向けたストンプ攻撃を行います。ゴムラの基本攻撃は広範囲かつ遠威力の技が揃っているのが特徴です。動きが緩慢なのである程度状況を先読みしながら攻撃を行う必要性がありますが、操作に慣れてくるとかなり強力な魔獣であることが理解できると思います。特殊技の説明に移ります。これら基本攻撃の他に魔獣は固有の特殊技を持っています。魔獣を召喚しながら R を入力することで発生させることができます。ゴムラの場合相手を掴み上げる技が発生し、このように相手を拘束した後にボタンを連打することでそのまま投げ上げることが可能になっています。小さな相手に対してこの動作を行うとホールドは省略され、そのまま一撃で噛み砕くことができます。攻撃動作もそれぞれの魔獣の特徴が強烈に反映されています。先ほど紹介したゴムラは攻撃に特化した魔獣です。ファンタズマラネアは攻撃力はさほど高くはないですが、相手を一定時間拘束させる粘着糸を生えてサポートできます。ドラファスは風圧で敵を押し返したり、竜巻で敵を吸い寄せたりと戦況をリセットさせるような使い方ができます。今回のアクションに関する解説はここまでとなります。